吉田さん、おはようございます。手取り14万が何で生まれるのか、ちょっとねメカニズムをお話していこうかと思います。例えばね、多くの方が何か買い物するときに思ってると思うんですよ。良いものをより安くね、コンビニ行ってもスーパー行ってもお弁当いっぱい並んでますよね。800円ぐらいの弁当から、それこそサンキュッパー弁当とかあると思うんですよ。で、その中でたくさんの素材が入っていて、美味しそうなおかずがあって、ご飯がしっかりと盛られていてみたいなのを選んでね、その上で価格とのバランス取りながら、あ、これは一番お買い得で美味しそうだな、とお腹もいっぱいになりそうだなみたいなのを選ぶと思うんですよね。実はこのね、良いものをより安くというふうな思考の積み重ねが低収入を生んでるということにお気づきになってるかなってところなんですよね。つまりね、商品っていうのはたくさん世の中にあります。価格もいろんなものがありますよね。その中で私たちは商品を選ぶわけなんですけども、一つの商品を、例えばお弁当だったらお弁当1個選んだら、とてもじゃないけど2個目とか3個目の弁当に手が伸びませんよね。つまり誰かが選ぶってことは、選ばれなかった商品があるってことなんですよ。そして選ばれなかった商品に対しても作ってる人がいて売ってる人がいたってことなんですよ。つまり売れ残りです。売れ残った人、この商品を作った担当者ってのはどうなると思いますか？つまりビジネスの世界では選ばれずに負けたってことになります。これはね、弁当に限らずあらゆる商品がそうです。なんでね、バーゲンセールが起きるんでしょうか？それは選ばれなかった商品が山積みになってるからなんですよね。日本では確か年間で10億着ぐらいの服が新品のまま廃棄になってるって聞いたことがあるんですよ。10億着ってどういうことやって思いますよね。つまり供給過剰なんですよね。どんなに単純に考えても、一人に一着の新しい服をあてがっても1億着あったらもう間に合うはずなんですけども、その裏で10億着は1億着を売るために廃棄されてるっていう現状があるんですよね。もちろんこれ細かく見ると単純な一人一着の理論では片付けられないところがあると思いますけども、ちょっと分かりやすいように伝えさせていただきました。で、ここまでをまとめるとね、資本主義の原理が見えてくるんですよ。資本主義っていうのは、利益を得る人が生まれる一方で、誰かに破産させるっていうね、ツケを回すっていう発想なんですよ。この日本という国が10人の人でできたとして、1人に10万円を渡してスタートします。つまり100万円の市場です。そこには金利っていう発想がありますよね。誰かに利息がつくんですよ。利息がつくと、その利息を受け取れない人、逆に利息を払わない人が、払わないといけない人がその10人の中で現れて、それが破産する人の正体なんですよ。まあ、ですんでね、まあ、財ってのは、まあ、一定ではないんですけども、まあ、いわゆるね、マーケットの中では一定なんですよ。そうなってくると金持ちが生まれる一方で、金持ちじゃない人も生まれるってことになります。この正体が、つまりは選んだ人が、逆に言うと選ばない人を作っているってことなんですよ。これで最初の話に戻りますよね。良いものをより安くっていうふうに多くの人が思っていれば、その分だけ良いものに比べてそこまで良くないもの、要するにユーザーが選んだ5つ星、こういったものがある裏でね、4つ星とか3つ星っていうものは売れ残っちゃうんですよ。そのために3つ星の価格をバーゲンセールで半額にしたりね、 80% にして、価格によってついで買いを誘うってことがあります。つまり安くないと買わないものって、買った人にとっても余計なものであることが多いんですよ。ただし売れ残りを避けて、まあ元本ぐらいはね、取り戻そうかなっていうふうな販売者の発想なんですよ。まあ、それでもね、服の例じゃないですけども10億着が廃棄されるんですよね。そのぐらい今物は売りにくくなってるんですよ。昔、戦後間もなくってのはスーパーインフレが起きましたね。あらゆるものが品不足で、ひっきりなしに商品が売れていました。もう三流の商品だろうが、中古だろうが、軍の払い下げだろうが、それこそ旧日本陸軍のですね、ヘルメットですら売れたわけですよ。戦場から帰ってきて被ってるヘルメットが売れるんですよ。あれは打ち直してフライパンにする人がいたらしいんですよね。どんなものでもゴミにするものはないぐらい売れました。それなぜかというと、当時昭和20年代っていうのは日本各地で工場がぶち壊され、何か商品を運ぶための鉄道が壊され、港もやられて、しかも船舶もない、飛行機もないっていう状態、満身創痍の日本の状態だったんですよね。だからそもそも物が作れないし、作れたところで消費者のところまで届ける術がなかったわけですよ。
だから一つのものに対して物不足ですから、人がね殺到してもうみんな引っ張りだこ、商品に対して。だから値段上がりますよね。欲しい人の方が物よりももう圧倒的に多いわけですから。プラスアルファ、世界に散らばっていたいわゆる兵隊さんがね、生き残った人が500万人ほど日本に帰ってきたということで、急にですね需要が500万人増えたわけなんですよ。まあこれ足りないですよね。家も足りない、飯も足りない、なんかおもちゃも足りない、レジャーも足りない、仕事も足りないみたいな感じで、何を放り投げてもガーンとね値段が高騰した時代ですよね。だから高度経済成長ってのが起きたわけなんですけどもね。そのぐらい物が足りないと価格は上がり、価値は高まっていくんですよ。でも今は物が溢れてますよね。もう物が溢れてる。 YouTube に例えると再生回数に溢れてるんですよ。だからこそそこには自分だけの希少価値、一人の人だけ、 A さんだけの希少価値っていうのが必要になってくるんですよ。これ逆張り発想です。で、吉谷さんや私たちがなんでね少ない再生数でもちゃんと売り上げが立つのか、特に吉谷さんがこの再生数100でねもう10万人超えの YouTuber さんと五分を張るぐらいの収入を得てるのか、ね、それなぜかっていうとコンテンツ売ってるからですよ。その先に、その前にね、前提として自分だけのファンを作ってるんですよ。だからね10万人に受ける人じゃないんですよ。一人の人に対して深く訴えかけるものをちゃんと作れてるってことなんですよ。一人の人を考えて少数派に対しての重要なメッセージをそこに込めてるからなんですよね。まあ、そうなると世の中にあふれている YouTuber、ね、再生数が50万回100万回を乱発してる人、そういう人から商品買わないのに、もう再生数がね数十とかせいぜい100、200みたいな吉谷さんから商品を買いたい。これはね、あ、吉谷さんのメッセージは俺に届いてるぞってことなんですよ、ね、再生数10万人100万人の人は多くの人に、まあ最小購買数的に届くんですよね。このメカニズムなんですよ。多くの方は再生数が多ければ商品売れるだろうと思いますけども、それは広告効果が高まりますよね。だから広告費はもちろん入ってくるでしょう。でも肝心なのは私たちは目の前の困ってる人一人の問題解決をどうできてるかってことなんですよ。もちろん100人とかね1000人とかの人の問題解決を同時にできる人は素晴らしいですよ。でもできないじゃないですか。この前も質問がありましたけども、質と量どっちなんですかってことなんですよ。じゃあね、質ですよって答えてほしいんですかと。質が作れますか、あなたに。あなたに少ない再生数で高い質のものが作れますかと、ね、まずは無理でしょ最初からは。だったら最初は量によって自分のことを深く理解してくれる人とまず出会っていきましょう。一人でいいんで。でも最初から再生数が2とか3とか10とか20の中で強いファンって見つかりますかってことなんですよ。だからまずはブワーッとねパイを広げて、その中で自分と深くつながり合う一人の人を見つけていくって作業、広げて縮める、広げて縮めるです。で、広げながら縮めるって感じですかね。再生数が100の動画が毎日10本20本上がります。そうすると必然的に延べ人数で20人とか30人と出会うことになります。その中でのたった一人を見つけるっていうのが毎日のまあ暮らしなんじゃないかな。それが戦略ですよね、うん。で、この価値の変動に関しましては中古車でもね同じようなことが言えて、しかもはっきりするんですよ。で、私が買ったセルショーって100万円しないんですよね、うん。販売価格が48万で、もろもろとか、うん、経費込みね、それで100万円以下です。うん、だいたい90万ぐらいになったんじゃないかなと思いますよね、うん。安いでしょ、これ安いと思いますよ。セルショーといえばやっぱり今でもね、うん、すごいですよ。やっぱり今でもすごい、うん。これね、一言でしか言えないですけどね。これが新車価格で800万とかするわけですよ。でも800万の価値がいきなり変わったんじゃないかって、変わってないですからね。ただ古くなっただけなんですよ。じゃあ古くなるとなんで安くなるのっていうと、その新車で買った人が中古として手放すその例が多いからなんですよ。特にね、セルシオっていうのはものすごく売れました。売れた分だけ中古で出回った数も多いんですよ。中古で出回った数が多いとどういうことになるかっていうと、物が溢れているんで値段が下がるんですよ。まあ、ですんでね、1980年代のセドリックとか逆に200万とか300万とか500万するわけですよ。それはその年代のセドリックは確かに数は出たんだけども、うん、その中古で出回った時にね、中古で買える人が実は少なくって、そのまんま廃棄になっちゃったんですよ。だから今数が少ないんですよね。
皮肉なことに売れなかったんで、安くしても売れなかったので、車はどん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 ねスクラップになって、結果数が少なくなったんで高くなっちゃったよね。なんか豊作貧乏みたいな形になっちゃったんですよ。まあ車本当面白いですよね。だから私がね買おうかなと思っていたセドリックって、まあ価格150万からスタートで200万ぐらいのもあったんですよ。それでも全然買えるんですけども、でもねセルシオ、セルシオ50万しないんだみたいなね、こんな感じなんですよ。まあだからね、良いものをより安くで多くの人が思いますけども、そのメカニズムが給料安い人を作ってるってことなんですよ。で反対に言えば、自分の手取りが少ないっていうことはね、良いものをやりやすくの原則にかなわなかった、選ばれなかった結果だとも言えるんですよね。じゃあ今自分が勤めている会社が良いものをより安くちゃんと実現できているのか、おそらくできている部分があるけども、他の良いものをより安くを提供している会社にはかなわなかったんでしょうね。やっぱり勝負の世界ですから。ここは竹原さんだったらね、50でボクシングしてるわけですよ。ボクシングのリングに上がると1人対1人でしょ。どっちかが勝てばどっちかが必ず負けるんですよ、ね、50% の確率でどっちかが何者も手にできないわけですよ。要するに選ばれなくなるわけですよね。まあ今は情報の力があるんで、負けた人にも価値を生む方法っていうのが出てきちゃったんですけども、でも基本的にはリングの上で戦って両方が勝ちましたってことはないわけですよね、まあ、そうなるとこれをビジネスに例えていくと、今日本には1億人が同時に上がるリングがあるんですよ。でそこで誰が勝つんですかって形ですよね。で勝敗は分けにくいから、これはっきり言いますけども、誰かが所得を高く取ればですね、その分割り送って所得が得られない方がこの1億人のリングの中で生まれます。で私もおかげさまでアフィリエーターとしてね高い収入を得ましたけども、その分挫折した人が多くいるんですよ。私の広告から何かを買った人がいる、アフィリエイトで買った人がいるってことは、その人は他の広告では買わなかったってことですからね。じゃあアフィリエイターさんが、私と同じようなアフィリエイターさんが1万人いるとします。私から買うってことは残りの9999人は選ばれないんですよ。この繰り返しですからね。だから私が1万個以上のサイトを作ってそこで売り上げを上げたってことは、まあ言ってみれば美談ですよ。すごいねになりますけども、そこまでできなかった方は軒並み売り上げを取ることができずに、その世界から退場していったんですよね。私も自分のノウハウをしっかりとね伝えていった、そういった生徒がたくさんいますけども、でもアフィリエイトの世界に入ってくるわけですから私にかなうわけないですよね。私がどれだけノウハウを教えても、でも私の継続力と教えてる人間のノウハウにかないますかってことなんですよ。 FX もそうですよね。 FX はね本当にね不思議な世界なんですけども、 FX の上級者が誰でも勝てるようなね教材を作るんですよ。その人のレベルに合わせて、でその教材で勉強した人がその教材を作ってる人と同じ市場で戦うわけですから、勝敗明らかですよね、だからやっぱりノウハウを学んだ上でそのノウハウを使って、そのノウハウじゃないところで働く、戦っていくってことをしないと、少なくともそのノウハウを作り出した人が FX の市場にいる限りはもう勝てないわけですよね、だからそういうところがありますんで、 FX の教材を売る人ってのは二重に儲けることができるけども、 FX の教材をね力なく買う人ってのはもうちょっとね工夫をしないと、ただじゃ勝てないですよね。まあ言ってみれば、そのボクシングの竹原さん、師匠がいますよね。で弟子がいますよね。同時にリングに上がって、じゃあ教えてる人と教わってる人どっちが勝つんだと、練習ではいつも教えてる人がそのスパーリングとかで弟子をボコボコにするわけですよね。じゃあ試合になったらいきなり弟子が強いんですかって話になりますから、弟子はですね教わりながらその人のウィークポイントを正確に掴んで、そして自分の長所を伸ばして、その自分の長所と相手のウィークポイントを合致させることによって試合で勝たないといけないんですよ。だからやっぱりね、教わった通りにやってたりとかして全然ダメで、教わった上でそうじゃないものを編み出していかないといけないんじゃないかなと思いますよね、まあ、おかげさまでね、もう私も今こういうふうに偉そうなことを言えるようになりましたけども、その過程で倒れて立ち上がれない人をたくさんね見てきましたし、私が見てないけども勝手に倒れていった人ももっといるでしょう。まあ偉そうなこと言えば、私がね退場していく倒れていく人を見るっていうのは、見られているっていうのはまだラッキーな方ですよ。
私がその存在にも気づかずに退場していった人の方が多いですからね、やったかやってないのか分かんないのが消えていくみたいなの多いですから、そういう人も市場にお金を置いていくわけですからね、じゃあ敗北になっちゃうわけですよ。ちょっとね、私のね、所属していたヒルズ塾のことちらっと出てきましたんで言いますけども、ヒルズ塾で私はおかげさまでなんとかなりましたけども、なんとかならない人の方が多いわけですからね。お金を払ってね、そのある塾に入塾した人が800人ぐらいいるんでしょうね。今でも募集してるかもしれないんですけども、まあ1000人いるとしましょう。1000人の人それぞれ入塾費を私と同じように何かしらの形でね、40万ですか、40万払うじゃないですか。それで儲けられなかった人は、あいつの塾儲かんないよ、詐欺だっていうだけなんですよ、ね、それはその40万払って、それが塾の運営者の懐に入るだけですからね。でもそれは私も一緒ですよ。塾の運営者の懐に振り込んで終わりですよ。でもそっからね、私は1億円以上のお金を稼いで、今2億円を突破してると思いますけども、数えてないんで分かりませんけどね。そうなるとね、最初に払った40万円ってただ同然なんですよ。なんでただ同然になるかっていうと、良いものをより安くね、まあ、こればかりではないんですけども、つまりはビジネスで毎日勝ち続けてきた、選ばれ続けてきたってことが今日につながってるわけですよね。だからね、売れなくてヘラヘラしてるダメですよ。いやすいません、まだやってませんとかね、ちんたらしちゃダメなんですよ、それがね、手取り14万のメカニズムになってきますから。つまり手取り14万でも全然ね、幸せなんだったらいいんですよ。でも手取り14万に不都合を感じていて抜け出したいと思うんだったら、まずは自分がこの手取り14万のメカニズムの中にいて選ばれてこなかったってことを認識しないといけない。自己評価高いのは結構なんですけども、他者から見る自分自身の評価っていうのは思ったより低いですよと。その結果が、その通信簿が今月も14万って数字に表れてるってことなんですよ。だから通信簿に100万円って書かれたかったら、100点満点じゃないですけどね、100万円いただけるような、評価されるようなことをしなければならない。その一つが量をこなせってことでしょうね。量もこなせない人に一体誰がお金払うんだって話になっちゃうんですよね。どうやって選ばれせるんですか、選ばれせるんですかってことになっちゃうんですよね。ということで、今日は14万のメカニズムを話してみました。いってらっしゃい。